高知市におきましては感染者の状況が高止まりにあるという状況、そして医療の提供体制も逼迫している。ただいま話がありましたように重症者が10人2桁かつてない多さにの水準に達しているということ、こうしたことを考えますと引き続き事業者の皆さん方に大変なご負担をおかけすることになりますけれども、協力要請の期間を今月20日の日曜日まで延長をさせていただかなければならないというふうに判断をいたしました。一方、四万十市については予定通り今月8日までとしています。時短要請について高知市と四万十市で判断が分かれた理由は新規感染者の数です。時短要請前の7日間と直近7日間の新規感染者数を見ると、高知市は82人から116人と増加、一方四万十市がある畑福祉保健所管内は27人から5人に減少しています。時短要請が伸びる高知市の飲食店などに対しては協力金も延長分が支払われます。このまま改善収束に向かっていけるのか、あるいは高止まりから逆にリバウンドの方に向かってしまうのか、この大きな正念場にあるというふうに考えています。私はぜひ早期の感染の収束に向けて力を尽くしたいと考えております。県民の皆様、事業者の皆様にはご負担をおかけいたしますけれども、どうかご協力をお願いいたしまして、私からのメッセージとさせていただきます。よろしくお願いいたします。浜田知事は時短要請に大半の店は従っているものの、夜8時以降も営業している店があるという情報もあるので、実態を把握するよう職員に指示しました。またここ数日は新規感染者数が減少していることから、この傾向が確実なものになれば時短要請を前倒して解除することも視野に入れていると語りました。